お元気ですか。本日はちょっとですね、まあ歌やっておしゃべりに行こうかなと思います。今日もまたあれですね、母を訪ねてサンゼリーみたいな格好します。これねめちゃくちゃ高いんですよ。これもらい物です。もうね、もはや服とかは全くね興味がないんですよ。服とか予想ごとに興味ない。これももらい物、これももらい物、これはイオンで安く買ったズボンって感じで、もうなんかね医療費とかにお金かかるから、病気持ってるんで、なんか今更ねなんかこう予想っても 何かなと思うんですけど、こうねもらうと嬉しい。ただもうほとんどだからですね、服買ってないですよ、ここ何年か。びっくりするでしょ。でその代わり化粧とか、化粧品にもそんなお金かけてないし、化粧とかでも基礎化粧ね、肌のケアはすごい金かけてます。それ以外はあんまり金をかけないとか、もうお金をかける気もないし、勤めてないんでね、お勤めしてたらちょっと気を使うんですけど、お勤めしてた時ももうなんかパート先のもう格好してもう着替えず行って帰るみたいなので、まあそんな感じでしたけどね。本当に着るものに興味ない。でも人様の綺麗なおしゃれな格好とか見るのは好きです。宝石もしませんが見るのが好きです。見るのは、ね、芸術品と思って見てますからね。もうおしゃれな人はいいですよね。もうすごい着るもの一つ、これもねおしゃれな お母さん奥様からいただいたんですけど、ね、めちゃくちゃおしゃれなの、その普通に着てる服なのに。おしゃれな人と思って違うんだねと思って、まあそれはいいんですよ。そうですね、ちょっと元気になりまして、ちょっとまあその骨折打つみたいなのが一時間の時って、またその気温打つみたいな、気温が急に下がったじゃないですか、この間。その時またこんなになったんですけど、まだ一応復活して、もうそうなんですよ、頑張っていきたいと思います。本日はちょっと宮本社長さんの昔のインタビューについてちょっと語りたいことがあったので、ちょっと語ってみます。それを前に、ちょっと、エレキで赤いバラやります。これを住んでもらう曲な、イントロがな。Bye.
ラスの1個がねちょっと歪みましたけどね、俺これがね肝なんですよ。中からねジャンジャンジャンダカタンタンジャンジャンジャンって D サスポート D がね弾けるかどうかがポイントで、もうそれがすごい、そればっかり気にして、中身も昨日練習しましたけど、練習って大事ですね。はい、というわけで今日はですね、何をしゃべろうかなっていろいろ前々から考えてたんですけど、あーぶつかった、ちょっと待ってね、はい、こうですね、はい、これ私のねスクラップブックなんですけど、まあ前回ちょっとチラ見せしたと思いますけど、今回はですねスクラップブックのロッキンオンジャパンの記事のエレカシの10曲っていう、いい感じの記事が載ってましてね、これもいわゆる昔のあれですね、そのなんだろうね、これはね昇れる太陽の時のですね、これじゃないんですよ、これの時もいろいろ語ってらっしゃる、いい写真ありますけど、ちょっとねすごく一曲一曲にね、あ、これまあちょっと見せときますね、見せるちょっと見せとこうかなと思って、いろんなとこから、これもなんかどこの期間の雑誌から撮ったやつ、原点はわかりません、これもわかんないですね、どこだろうな、多分どこだろうね、なんか、そしてこれまあこれ見た人も絶対いると思うけど、ロッキンオンジャパンでね、もう一曲一曲、まあ、ロッキンオンジャパン選んで、これについてちょっと語ってくださいと、宮本浩次さん、お願いしますって言って、上野のね、恩賜公園ですか、池で、なんかボート乗ったりなんかして、こうね、喋っとるわけですよ、これもだから、ここら辺になるともう新しいですね、悪魔のささやきの頃の宮本浩次さんですけど、まあ、なんかかっこいいね。いつもかっこいい、まあこういう感じの時の宮本浩次さん、ちょっと若い時の宮本浩次さんですね、何年かちょっと分かんないですけどね、多分この写真とかがあちこちで出回ってますので、これはこのロッキングジャパンの時の10曲、まあ上のソドラアルティってタイトル、フルタイトルについてますけどね、ちょうど上野で馴染みの場所なんで、池の前、忍ばずの池あたりをのんびり散歩しながらインタビューしてまして、まあこうね、ボートにカメラマンとされてボート乗ったりとか、でもオールさばきがすごい良かったとかね、なんかそのボート上のおじさんもうなるほど綺麗にボートをつけれるとかね、でなんか昨今 の露店の仕入れの難しさとかあったり、今ネットオークションがあるから琴日の買い付けも大変だそうですよっていう余計知識も教えてくれたとかね、もうね、まあ言うたらですね、このインタビューする人も悩みに悩んで選んだエレカシ10曲のインタビューで、ちょっとね久々にインタビュー読んでね、あ、なるほどねってなったんで、ちょっと皆さんお話したいかなと思って、ちょっと私の気持ちを語りたいかなと思って、まあ原本まあご紹介するのもなんなんですが、まずはファイティングマン、ファイティングマンを作ったらどうだったのか、この曲に関してはどうなのかって言って、もうデビューアルバムの1曲目で、もうとにかくこの頃若かったので歌詞が恥ずかしかったと、なんかすごくこう、まあローリングストーンズの実はあれですね、ストリートファイティングマンという曲があって、それもすごくね、ローリングストーンズ大好きで聴いてたんですって、このファイティングマン作った時に宮本先生ね、で聴いてて、もうそのこのなんか自分だったら俺だったらこう作るのになみたいな、そんなね、もうとにかく17歳の時にファイティングマンを作ったと、ね、もうすごいですよね、まあ、そのまあ歌詞にね、自信をすべて失っても、自信をすべて失っても、誰かがお前を待ってる、おいえっていう、まあ励ましソングも、でも10代の時からこう励ましてたんだと思うんだけども、逆に若い頃って恥ずかしいんですよね、そういうストレートな、うわこんな曲歌ってる俺みたいな、はずみたいな、そういう気持ちでね、背筋が寒い思いでね、ずっとね歌ってたらしいです、若い頃。本音は本音なんだけども、まあ、宮本さんに、いや、もちろん本音は本音だけど、だからそれを言うことに身の毛がよだつと、身の毛がよだつぐらい恥ずかしいみたいな、黒いバラ白い風、あ、意味通じないなみたいな、もうなんかそういうのもなんかね、勢いで作ってるのにこう冷静にインタビューされてどうしようとか、まあ、もう一つのメッセージで、チンケ男の時にですね、インタビューされて、渋谷さんにね、渋谷さんも有名な人ですけどね、渋松日記っていうのがずっと出てますだけど、ロッキングオンの、洋楽のロッキングオンの方ね、出てますよ、ずっと読んでます、渋松対談か、読んでましたね、それもだから、
机さん机さん、チンケ男の机さん机さん、私はバカでしょうかって、これすっごいいい詩ですけど、どういう意味なんですかって言うと、いや机目の前にあったからじゃないですかって言って、がっかりされたっていうことがあって、いやまあね、身を見すぎなんかなっていう、あのなんていうの、詩の世界をちょっと買いかぶりすぎかなと。私もでも当初ゆりかし大好きな頃には、あこの詩は絶対なんかあの原体験なんだ、この時彼女と別れたんだとか思ってたけど、全然それと関係ないみたいですね。もうそういうところで、うん、だからファイティングマンみたいな曲作れって、まあ、そのエピック時代の話も、まあ、ちょうど、エレガシー自選作品集、エピック創世記、ポニーキャニオンロマン期、 BMI 帯同期と、これをリリースした時を見て、この10曲が中から選んでインタビューしてるっていう、すごいですよね。でも本当に本音っていうか、をこういう気持ちで作ってたのねと、今更にしてちょっと読んで思うっていうことですね。だからもうなんかずっと身の毛がよだちながらこうね作ってた、ファイティングマン最初の歌詞とかね、あ俺こんなこと言っちゃった、もう愛する人なんてうーみたいな感じで、うーって恥ずかしいみたいな、恥ずかしかったんだって。なんかそれはだから言ってるか びっくりしましたね。それとまあ2曲目チンケ男、まあ、チンケ男ね素晴らしいって言って、これもねすごく衝撃的な曲って、インタビュー員の人が言ってますけど、衝撃的、もうね、なんだろう、自分で作ってて、すっごいあの部屋の中でチンケ男作ってる時に明るい曲なんですよ。自分で自分がおかしいぐらい明るい曲で、曲がご陽気、ポール・マッカートニーのファーストソロアルバム、マッカートニーにビートルズやるかやめるかどうするかみたいな時の不安な時、熱気のあるファーストソロが結構こう聞いてたんだけど、一人ぼっちみたいな感じとか色濃く出てるみたいな、でそれがね、でもそれが陽気な曲ばっかりだったんですって、そのポール・マッカートニーの曲がね、だからね陽気でね、コードとか下世話だと思いましたとか言って、花男もそうなんだけど、ファイティングマンとかもストイックな感じじゃなくて、花男とかこのチンキ男とはちょっとご陽気な曲ですとね。もうでもああもう終わり、俺も終わりだと思って、ああまたこんな下世話な曲作っちゃったと、こんな分かりやすいロックの何すごいちゃんと聞いて、ちゃんとそれに俺だったらどうするっていう風に聞くわけじゃないって言って、曲をさ、そうする時身の毛がよだつ、また身の毛よだつ時代、チンキ男を出してる時は恥ずかしいんだってね。うん、だからまあこんな分かりやすい曲作っちゃっていいのって思ったらしいですね。なんかレコードの分かりやすい曲、まあ、私も弾ける曲ですけどね。もうでだからなんだろう、こう俗なアプローチを取ってる感じがしたそうです。まあね、文語体を使ってる人が口語体をやった時はそれがあったと思う、その恥ずかしさが多分最初はすごかったそうです。でもすごい曲になって、でもね大人の時に思うんですよね、思ったんですよ、子供の心でいいから永遠の少年じゃないけど、俺も隙見悪くてそういうこと言うやつ、立派な大人がさ何が子供の心だと、無理やりにでも俺は老人だって言いたいぐらいなのにさって思ってるわけじゃない、それを歌にしてる話なんですよ。世間の皆さん私は誰でしょうねって、私って本当はこんなに汚れてるんですよって言ってで自慢して、もう永遠の少年とか言ってるアホかお前、それに対してアホかお前みたいなアンチソングみたいな感じだったみたいですね。すごくムキになって作ってるそうです、そのこの頃のもうサラリサラサラリとかも、もう本当にチンキ男と一緒で、もうなんか社会に対するねもうムキになってる感じだったそうですよ。あ意外ですよね、まあ、意外っていうか、まあなるほどかなっていう納得もしましたしね。なんかポップだとなんとまた見えないんだよ、ここに来ちゃうとね。今そしてこの年齢で歌う人はもう中年の自分の男の感覚で歌ってるということでございます。はい、チンキ男に関しては、でまあステージで怒ったりした後に、まあ、チンキ男やるといい言い訳になりますと言ってたら、あ大人になりましたね、私はチンキ男だから威張ってますみたいな、そうするとみんなちょっと納得してくれみたいな。チンキ男そうだった、ちょっと意外でしたね。うん、ご陽気な、そのだからファイティングマンも自分をこうすごくストレートな曲でいいなと思ったんだけど、それが恥ずかしかった、若い頃は。トンセイですね、で次3番目トンセイです。これエピック時代でトンセイ、これ浮世の夢というアルバムについてちょっと語っておられてですね、これやっぱりね浮世の夢ってアルバムが前に私とっつきにくいアルバムのに出したじゃないですか、
まああのね、すごいあの1位2位3位に入ってましたけども、本当にあの強烈すぎてちょっとついていけない浮世の夢で、多分私浮世の夢から聞いたらエレカシのファンになってなかったかもしれないって言ったと思うんですけど、確かにそのでももうね、すごくもう浮世の夢の時はもう計算づくで作って、あれものすごい計算づくで作ったみたいですね。うつらうつら入ってるし、新京都が入ってるし、月と歩いたが後半に入ってますと、もう曲順も含めてきっちり考えて作ったアルバムで、でもそれが山崎さんに聞いて山崎陽一郎さんですね、元編集長って言ってます、すいません山崎陽一郎さん、あの総編集長でしたね。久しぶりにロッキンオンジャパン買ったんですよ、私セカオワも載ってたしね、宮本浩先生の歌も載ってたから、もうそれ買ったら、あ、読んだら、あ、総編集長だったんだ、ごめんなさいと思って、でも若い頃のデビュー当時の宮本さんからずっとこういろいろ話をしてて、もう浮世の夢を出した時はもう酷評で、なんていうの、もう自信持って自信満々に持ってきたのに、山崎さんが自分たちの歌ってる気がしないって言って、もう一言でもうバッて切り捨てられたみたいだったんですよ。もうなんかもう素晴らしい曲だって言ってくれたけど、まあ本人たちも分からなくて、なんかねもう辛いっていうか、誰がかっこいいって言ってるわけじゃないけど、もう渋谷さんとも山崎さんが、まあ、真正面から初めてこの曲は宮本さんすごいですね、いい才能ですねっていうか、ものすごい嬉しいと評価されたっていうのが嬉しかったんだけども、もうなんかね、でも山崎さんと会う時に3日前ぐらいから具合が悪くなるってことに書いて、もう多分いいことを言われるのかどうなのかよく分からなかったんでしょうね。でも本気で歌ってたけど、それをあの世間のお友達っていうのは見回りバンドメンバーしかいませんから、あと制作者とね、だからよく分からない、世間がイーコール山崎さんだったらしいです。だからねもう本当にあれですね、もう正直もうあの酷評って言うんじゃないですけど、僕らに対して歌ってないって言って、もうひどい言い方をされたそうです。もう愕然としたみたいですね。もう作ってる時はいろんなことを考えるけど、3枚目のアルバム出した時はもうね本当極端な話、山崎陽一郎に聞かせるために作ってたらしいですね。すごいな、でも評価されなかったってがっくりきたんですって。でもすごいアルバムだったんだけど、世間に受けるものではないと思ってたんでしょうね、山崎さんも冷静に聞いて。なんかすごいですよね、本当に。なんかまあ夢の巷とかね、みんな外で花見してる部屋の中でじっとしてる曲で、浮雲男とかにとしてずっとタバコしてる人のね煙の歌を作ってるとかね、もうそこをねちゃんと分からせなきゃ。でもだからなんかね一生懸命そこから考えたって感じですね。もうだから20代だしね、もう顔にニキビもある頃だから、もうねもうなんかショックだったと思いますよ。もうその若さゆえのなんていうの、先走りというのか、そういうのものすごい出たアルバムだったと思うんで、本当にね、俺はもうだからコンサートの時もその浮世の夢やってる時なんかもう客席シーンとしてるから、もう俺たちのやってることどうしてわかんないんだみたいな、てかまあ多分宮本さんが怒ったからシーンとしてるんだと思うんですけど、もうそういうことはすっかり忘れてるんでしょうねきっとね。もうだから本当にね、もうで生活とかっていうアルバムももう本当にそれと一緒で、なんだろう、受け入れられざら受け入れられにくいアルバムだったってことは確かってことなんですね。もう本当にこれはこうだってもう出してきたんだけどっていう感じの、もう生活であるのも本当に良かったって言ってるけど、すごいなと思って、うーん、だからまあここら辺がねちょっとしんどいよって聞くにはしんどいよって言って私が言ったあのアルバム全部入ってるんですけどね、やっぱりそういうちゃんとねあの考えて作ってるんやなと思って、初期衝動だけではないのかなみたいな、初期衝動しか感じられない、エレカシ2に関してはちょっと初期衝動しか感じられなかったんですけど、3と4はやっぱり作り込んでたんだなと思って、うーんごめんなさいって感じですね。ちゃんとしてましたね、ちゃんとしてるっていうか、その時の宮本浩次がちゃんとしてるっていうことです。そしてここからですね、4月の風、4曲目4月の風に入るんですけど、もうねエピックソニーと契約が切れちゃってるから、ようやくスニアになってる、でもう本当に一人ぼっちで曲書いてるみたいな感じ。4月の風からまあ新しい季節に突入って、で契約も切れてるからもう本当に一人で考え、本当に4人で1人になると1人だし、もう本当どうなってる、ようやくこうなんて言うんだろう、素にはなってる。でも本当一人ぼっちでそういうのを初めて経験して、大学からすぐねデビューしてね、
事務所もすぐに冷凍庫の会社の人もいたけど、そういうのが全部なくなっちゃって、そこからもう自分で作るようになったっていう感じだったけど、もう一人ぼっちの部屋で何かいいことありそうだって自分が曲は入ってるけど、それ本当そうやってる時のが、何契約もない何もない時の本が、例えばもうレコード会社の人と会うって言った時ちょっとだいぶ嬉しかったりとか、もうそれはそう、普段がじっと1週間のうち6日間ずっと一人でね、練習とかもあんましてなかったから、みんな仕事しなきゃいけないからね、で一人でずっとこうテープに向かって、もう事務所にテープ持って行ってたりとかね、知らない事務所のお店にテープ持って行ってたりしたんだって。でそこからまあレコード会社決まると、当時はそんなことじゃないんだけど、やっぱあの時はダメだったと思うのも、すごくこうあれですね、大きく変わったっていうか、大人になったんですよね、この時にね。まあ、そういうことが重なって、まあ何か起こりそうな気がするって希望を込めた4月の数はね、あのアルバム、あの曲だったなって。そうなんですよ、だからすごくこういい曲ね。もうなんか4月の風も言うたら、4月の風と言ってる時点で恥ずかしいって言ってる。でまあね、仕方がないですね、若いですもんね。そういうのがそういう歌なんですから、まあいいと。で下北のライブとかでは結構あのコンサートやってて、素直なストレートなライブやってましたと。ライブハウスでこうコンサートやらなかったら、下北沢って本当に怖い人たちが来てくれるんだけど、もう下北のあの狭い会場の中にエレバート化しました。あんなに近くで一緒にコンサートを見れるっていうのは、みんなものすごくいいテンションを見せてくれて、ライブハウスは良かったと思って。なんかね、ファイティングマン、優しか、東京の空とか作ってた人が、なんか親しみやすいねみたいな感じに思ってくれた時期なんじゃないですかねっていうことを言ってますね。もうなんかね、すごくこうね、もう本当にもう辛かった時期を乗り越えたのが、まあライブ経験だったっていうことを語ってらっしゃいますけどね。もう本当に悩んで悩んで、この人はね来たんだなって感じで、もうまあでも契約切れた時にもすごいいいものを出してくるっていうのは不思議なものですよね。はい、でまあ4月の風はこんな感じなんですけども、悲しみの果て、もうこれ私はこの曲からまあエレカシを知って、そっからの4月の風のあの PV で、この人すごいと思って、もう顔もかっこいいし、いいと思って惚れちゃったんですけど。